ニーボリ・タダミツは、日本のレーシングドライバー。UTV レースパワースポーツ大一人車、ラリーレード、オフロードレース、UTV レース、アジアクロスカントリーラリーなど、国内外のラリー、オフロードレースで活躍している。東南アジアのタイで開催される、アジアクロスカントリーラリーで2006年、2009年に、トヨータワークスドライバーとして、総合優勝を果たした。また2006年、 2007年のタイランドクロスカントリーラリー選手権でも2度のシリーズチャンピオンに輝いた。2016年には TRD のワークスドライバーとして総合2位を獲得。また、オーストラリアで開催されているロラリス RZR 全豪選手権ではシリーズ総合3位となる。2017年には2年連続で TRD のワークスドライバーとして アジアクロスカントリーラリーに出場して総合2位を獲得。SXS 全豪選手権ではシリーズ4位となる。2018年には日本人で初めて TRD のワークスドライバーとしてオーストラリア最大のオフロードレースフィンクに出場。SXS 全豪選手権ではシリーズ7位を獲得。2019年には日本人で初めて TRD のワークスドライバーとして オーストラリア最大のオフロードレースフィンクでクラス優勝を獲得。アメリカで開催されているベストインデザートシリーズミント400では19位を獲得。同じくベガスツーレノでは11位を獲得。アジアクロスカントリーラリー2017が開幕。日本勢も多数エントリー。ありがとうございます。